こんにちは、六代所です。はい、今回はドッキリを仕掛けるものを作りたいと思います。ある人の、外国人の人なんですけど、その人の動画を見て面白そうだなと思って、これをまあパクらせてもらうっていうのかな、紹介したいと思います。まずはこちら、まあ、マックとかにはもう最近マック行ってなかったんですけど、まあ家にあったんで、こちらのマックのコーヒーとコーヒーカップ、まあ蓋ができるこういう切れる紙カップだったら何でもいいです。紙コップにね、あれなんかあの紙コップに蓋を閉めてもいいかもしれません。その蓋付き紙コップとこのカッターとハサミ、ハサミはあってもなくてもいいけど一応用意してました。あとは水だけです。ではいきます。あとラップにゴムもありました、ごめんなさい。まずはこれを蓋を取って、このカッターでこの縁の部分をですね、この下の部分を切ります。適当でいいです。切れることさえできればね、よし。まあこういう時にハサミを使うわけです。よいしょ。もう、ああちょっと紙が危ない。尖ってるって。はい、適当です。はい、適当さん。よし、あらかじめ切っておけばよかったかもしれない。はい、まあ、こういうのがね気になる人は細かくね切ってもいいかもしれません。うん、よし、で次にラップ、結構大きい方がいいですね。この大きさではなくてもうちょっとそれより大きい感じ。それを切ったらここにこう置いてからここにへこませる。はいと、そしてかぶせたら上からゴムをかけます。ちょっと全然離せなくてごめんなさい、集中しすぎました。はい、こうしてここに水が入れられる風にしたら、まず切ります。あ、切る前に蓋閉めますか。まあ、ゴムまだかかってますよ。また切ります。で、周りも周り出てたら絶対バレるからね。もう僕はこれで何がしたいのか出来上がってからなら絶対に分かります。はい、まあもう、
したら、あ、したら開けます。で、この中にを入れて、こうして、で閉めたらゴムを切ります。あ、はい、でゴムが切れました。もうこれで何が何だか分かりますよね。これで何がしたいかを分かりますよね。ではこれを、まあ、こっから飲まないで開けて飲んでくださいと言われます。開けて飲んでください。はい、わかりました。じゃあ飲みます。パカッ。うう、そう、下から水が出てきます。面白いので皆さんもぜひぜひ作ってみてください。あとこれを参考にしてもらった人の動画も探し、うん、リンクとか貼れないんですけど、まあ、探してみて、その人の動画も見てください。では、バイバーイ。